ご無沙汰いたしております。申し訳ございません。何もサボってたわけではございません。この夏は本当にたくさんの、いろいろな仕事をさせていただきまして、感謝申し上げます。お芝居やら朗読やら、歌舞伎やらいろいろ、ございまして、本当に時間がございませんでした。申し訳ございませんでした。で、本日よりまた、気分も新たに、少しずつではございますが、動画配信をさせていただきたいなと思っております。で、本日は、少し舞いませんっていうか、すいません、舞いません、告知だけさせてください。申し訳ございません。10月14日、国立文楽劇場におきまして、東西名流舞踊鑑賞会が、今年も開催されます。私は、創作のコウノトリ、これはですね、吉村の由紀さんのおっさんが64年前かなに初めて初演されました創作でございまして、歌詞も三味線もありません。お笛と大小太鼓だけで構成された曲でございまして、なかなか当時としては画期的だったと思いますし、今もね、なかなかそういう楽器だけでっていうのもなかなかないと思うんですけれども、それをですね、64年ぶりに、再演というか復曲といいますか、私が、オス鳥、コウノトリのオス鳥で、メスの、鳥が、吉村小祐さん、そしてそこに、襲いかかる、鷹尾、花柳元井さんという、この3人で、みんな同い年なんです。今年59歳で、来年になりますと還暦という、なんかこういう年に3人で参るのもまた一ついいかなと思いまして、初めはそういう企画やったんですけれども、後々小井さんが、実は、ゆきさんのおっさんが27回忌やと、あ、そうなんやと思いまして、これも仏縁をいただいたなと思っておりましたら、この間、記者会見をさせていただいた折にですね、京都新聞かなの方が、生誕100年だよっていうことを教えていただきまして、ゆきさんのおっさんがお生まれになって今年100年目、そして、27回忌、はい、そんな時に、このコウノトリをさせていただくのも、何かのご縁やと思って、務めさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。10月14日土曜日、国立文楽劇場でございます。皆様お願いいたします。